はい、じゃっちゃん PRT です。理由の電源は入れると入れども更新してない。それはまた最後にぼやきます。この OAP からね、結合ファイルの結合する場合どうするんですかって言われた時にね、はぁと思ってね、ハムログのねファイルのね、結合ってことができるんですけどね、いやねこれ怖いんですよ。結構これねデータ失っちゃう OM さんとかいたんでね、あえてそのバックアップの方式でね、教えたんですけれども、ご説明したんですけれども、いや実はね いろんな方法があるんですよ。いろんな視聴者の方からもこうやればいい、ああやればいいって聞きました。でもねファイルを壊しちゃうことが多いんですね。なんでね、さっきこの前やったバックアップ方式っていうのがね一番簡単なんですが、今回あえてねちょっとね、怖い方法でいきます。例えばねこんなこと経験ねなかったでしょうかね、皆さんねこんな経験ありませんでしたか。例えばねメイン PC でちょっと架空の更新をちょっとやりますが、 JJ0TLJ 僕の別コールで更新したとしますね。例えば7時30分に JK1ZN うちのクラブ局と更新したということにして、登録してしまいます。するとですね、更新状態が、こんな具合になってしまうんですね。ではこれで普通にバックアップした場合はどうなってしまうのでしょうか。だね、これでねやってしまうと何が起こるか、いきます。はい、よいしょ、ててん、ああ消えた、 JJ0TRZ との更新が消えた。これ表で表すと、この前のやり方で、やっていくときにね、必ず気をつけなきゃならないのは、例えばね、ここでね、バックアップファイルをね、作りましたってね、なったときに、で次に1回ねノートパソコンにで更新して、バックアップファイルを作りましたね、でこれをまたね、こっちの、メイン PC の方のバックで、移してまたバックアップファイルを作りましたってんで更新していけばいいんですけれども、ここで問題がありますね。実は移動しました、バックアップをすぐにやりませんでした。でもねここで更新をしてしまいましたね。そうするとコンピューターの中のファイルには、コンピューターの中には、一応更新をねハードディスクに記録されます。ただね、このバックアップファイルを更新してしまうと、例えばここが、4010回更新してここで4030更新しますね、4030更新しますね、でここで、3更新しましたね、ちょっとね更新しました。でこのバックアップファイルを更新してしまうとここで4030更新になってしまう。はあ、この3更新分が消えた、ででーんって感じになるんですね。たまにこういうことがあるんで、そうした場合は、QSO データのバックアップ、QSO データをコピーする、ね、でこれ初期フォルダーをリムーバルディスクの F でいいんだよな、に、QSO データをねコピーしてやりますね。圧縮バックアップじゃなくて、こいつの QSO データをコピーしてやります。で必ずねこういうね変なことをやった後はね必ずねバックアップファイルを取ってくださいね。このコピーではなくてこの圧縮バックアップをやると必ずこのね今こういじくる前の状態にね戻ってこれますからね。これはね必ずやるようにしてくださいね。圧縮バックアップね、今ね7時42分の4013が13更新が最後の状態ね、現在時間ね7時42分、ここには必ず戻ってこれますからね。この操作はね必ずするようにしてくださいね。そうすればね何があってもねここからはね取り出せるようになるんでね。はい、アップからやると死んでしまうんで、オプションね、
ね、ここは慎重にやってください。これをやってしまったらね、データの保守のところから、データのインポートね、データのインポートボタンを押してあげます。はい、データをインポートしたときに、はい、気をつけてください。これいろいろなファイルをインポートできるんですね。CSV ファイル、テキストファイル、ね、他のね、これ実はね、他のロギングソフトね、コンテストであった場合、C テストウィンから CSV を生成してインポートする場合もこれと同じなんで、一応参考にしてください。今回はダブってしまったんで、パソコンとノートパソコンを同期させるんで、HDB ファイルからね、です。で、ここチェックしてください。日付、時間などが同じデータを除く。ね、HDB ファイルからの場合はですね、なんだっけな、コールのコールサイン、日付、時間、RS レポート、周波数、モード、コードね、そこら辺の欄がね、同じ場合は、二重にしないとかね。はいはい、二重チェックだからね、2つのパソコンのデータを付き合わせて、同じ更新と思われる更新は除く。だからこれ単純のね、バックアップとは違うんでね、はい、気をつけてください。おっかないですよこれね。日付時間が、3月13日7時27分の更新の分、これを、2つのファイルを付き合わせて、突合しますよと。はい、で見てください。出ますからね、これ警告ね。単純に同じ QSO データを結合するとデータが重複してしまいますので、よく考えてから実行してください。データを結合してよろしいですか？はい、データの結合を終了しました。ハムログインを終了しますね。するとどうなるでしょうか？はい、ね、こんな具合でね、出ました。ね、JJ0TRJ 7時25分の更新と JQ1ZNA 7時30分の更新がね、無事結合されました。でね、これ失敗するとね、この辺の更新が二重になったりね、とんでもないことになりますからね。はい、気をつけてくださいよってことでね。はい、あんまりやりたくねえなこりゃな。はい、一応ね、パソコンと、移動用の、ノートパソコンの、データがこう時間的にダブってしまった場合、またはね、他のロギングソフトからのデータをね、ダウンロードする場合もね、同じ手順です。ここね、もう一回もう一回言いますよ。オプションでデータの保守ですね。データの保守から、データのインポートからやる方法ね。で、ここね、ここで、HDB ファイルっていうのは、ハムログの親ファイルね。で、この CSV ファイルっていうのが、結構ね、ロギングソフトにはね、CSV をね、ハムログに合わせて生成する、ハムログ形式のファイルは、生成してくれませんが、ハムログに対応した CSV っていうのは生成してくれるソフトが多いんで、C テスト、コンテスト用の C テストウィンなんかはその最たる例ですね、この CSV ファイルからね。はい、ただね、インポートする際は、くれぐれも気をつけてください。これがね、元で私のせいでね、データが消えたじゃないかって言われてもね、一切責任は負えません、ね、あらかじめ言っておきますけれども、いろいろなね、専門サイト等々ありますからね、僕もね、人のサイトを見てね、今ね、怖いから慎重になってやりましたけどね、この作業をするときはね、慎重になってください。もう一番安全なのはバックアップですよ、何回も言う通りね。こういうふうにね、バックアップファイルをね、取っておけば、どこかの更新には必ず戻れますから、そのコンピューターごとのね。もう一度言いますよ、このバックアップ形式のファイルを見るときは、こっちのね、ファイル形式を見るのもいいんですが、バックアップ形式の頭は、これね、2017年3月13日ね。ね、これ7時48分にバックアップしましたよってね、もう早速バックアップファイルが生成されてるんですよ今ね。一回ね、シャットダウンするたびにね、シャットダウンっていうか、ファイル、ソフトを閉じるたびに、こいつはね、バックアップするようになってるんでね、
もう36分34分ってね、もうファイルをね閉じる、もうソフトを閉じるたびにバックアップしてますね。こうね、さっきいたずらしたんで、4012131212でね14とかってね、これ4014が正しいんですよね、2更新追加されてるからね、ああ話がそれちゃったね、ここが日付ね、これが24時間制の時間で、これが総ファイル数になるんで、はいね、やってください。で、ここで気をつけなきゃいけないのが、この、最後の2更新はガセ更新ね、今でっち上げね、説明用にやった更新なんで元の状態に戻しておきましょうね、4012が正しいんだな、で、13日にやった分は全部いたずらだから、はい、2月の20、20、21日にね、こうやった分ね、これが正しいんでね、このファイルを回答しますかと。はい、OK。はい、ね、こうすることによって、はい、4012更新ね、2月9日、やべえな、しばらく更新してないな、またね、来週あたりね、やるやる詐欺になってますが、これやばいな、全然更新してねえな、最近な、そんなこと言ってるから怒られちゃうんだよな、はい、ちゃんとやりますからね、はい。やべえ、全然更新してねえな、最近な。いろいろとね、こういう時期ってあるんだよね、更新が途絶える時期ってね。もう4000更新まで行ってるのに、こうやって間が空いちゃうってね。やっぱ引っ越すってこうなんだよな。なんてぼやいてます。はい。まあね、しばらくハウというものをね、やったんで、いつかどっかで出ようかな、なんて思ってますが、またお会いしましょう。じゃっちゃん PRT でした。さようなら。